こんにちは、有馬かおるです。はい、今回は洗濯する時の基準についてお伝えしたいと思います。人は何かを選ぶ時に基準、これ意識してるのか無意識なのか、どちらかなんですけれども、まあ大体の人はあまり意識をせずに無意識の部分で何かを選んでいます。特に大きなことになると、まあ意識はすると思うんですけど、基準っていうのは意識してないんですよ。すごく頭で考えて、なんかいろいろ考えながら、どうしたら、自分にとって一番いい結果になるのかなと思いながらいろいろ選んでるはずなんですよ。でもそこにこの基準で選ぶという意識したものって大体の場合はないんです。よほど日頃から私はこういう基準でいつも何かを選ぶと決めてなければ、ただ無意識で、無意識の基準によって何かを選んでます。それはその人の価値観がそうさせてます。詳しく例を挙げるとすると、ある人は自分にとって物質的な得なのか損なのか、この物質っていうのはいろいろありますけれども、まあ、地位や名誉っていうのも一応物質的なものに、まあ、入れるとしたら、自分のお金の面ね、収入とか経済的な面でどっちを選んだら得になるんだろう、それからどっちを選べば、自分の地位や名誉、名声などに役に立つのかな、それからまあ無形のものではあるんですけれども、あの自分の評判ですね、人にどう思われるかっていう、そういう人の目、これを気にして、そこを基準にしながら選んだりとか、その他目には見えないけども、とにかく自分の何の得になるかっていうところが一番大きいとは思うんですよね。まあ、自分を基準にして選びます。もちろん私も自分を基準にしては選んではいますけども、意識して自分は何かを選ぶときにこれを基準にして選ぶんだっていうところを意識すれば、その無意識の部分で選んでしまうのと大違いなんですよ。で、私は何を基準にしてじゃあ選んでるのか、さっき言ったどれでもありません。経済的に得をするのかなとか、人の評価とか、そういうものは全く基準にしないんです。昔は基準にしてました。さっき言ったこと全部基準にしながら、頭ですごく計算をしながら何かを選ぶときは必ずこの基準っていうのを採用してました。もちろん無意識です。それは自分の中に得したいというのがすごくあったからですね。まあみんなあると思うんですけど、特に私はそれが強かったんですね。で、悪いとかいいとかは言ってませんし、いい悪いで判断は今後もする必要はないと思います。ただ意識をどこに向けて何かを選ぶっていうことをするのと、ただ無意識で選んでるのは全然違いますよってことですね。で、私がちょっと話戻りますけど、私は何に今、意識して何に基準を置いてるかというと、何を選ぶと一番楽しいかなっていうことです。これ基準なんです。今の私がですよ。私が選ぶ基準は意識をして、どれを選べば楽しいかな、ここが一番です。もちろんこれだけじゃないですよ。これに、プラスして、まあ金銭的なことも多少は入れますし、あと、まあ、人からどう見られるかなっていうのはもうほとんど入れません。一番大きいのはこのどれを選ぶのが一番面白いかな、刺激的かな、そして楽しいかな、ワクワクするかな、そしてみんなも楽しんでくれるかなっていう、ここなんです。で、これで選んでいくと、
不思議なことなんですけど、ただ自分が楽しめるだけじゃなくて、もちろん周りも楽しんでくれますし、あのさっき言った、人からの評価とか経済的な面とか、得するかな損するかなの得がやってくるんですよ。不思議なんですよね。私はただ何かを選ぶときに楽しいとか人も楽しいかなっていう、そこだけ に基準を置いて意識をしていつも選ぶようになってから、全ての面でいいことが起こるようになりました。だからそこからは常にもう無意識の部分じゃなくて、何かを選ぶ、よし、どれが楽しい、もうそれ検証しながら意識しながら選ぶようになりました。で、それまではそんなことしてませんでした。ただ基準っていうのは自分の中にあるのはあったんですけど、何の意識もなし、どれがいいかな、どれを選んだら一番自分が得するんだろうって、そこばっかりでしたね。そうすると実質的に自分が得したいと思ったものの得は全く得られなかったんですね。反対に損することの方が多かったです。これ私は昔は全く分からなかったんで、ただただ自分の無意識に任せて基準をそこに置いてたんですけど、意識することって大切なんですよ。意識しないとただただ無意識の部分で支配されていくんです。選ぶ時以外もですね。で、この基準ってその無意識でやってる人も私以外にもいると思うんですけど、私は楽しいに意識を置いて基準にして選んでますけど、他の人で例えば意識して選んでる人の中では、どうしたら金銭的な経済面で、一番得をするかなで選んでる人ももちろんいると思いますよ。その人はきちんとそこで結果が出てると思います。どれを選ぶのが一番得を自分にとって、お金になるかなっていうところで選んだ人は、多分お金で、思い通りのものが得られてると思います。だからこれは何を選ぶかじゃないんです。私のように楽しいを基準に置いてもいいし、ある別の方のように、何が一番お金になるかなでもいいし、どれを選ぶのが、どれを基準にして選ぶのが一番人のためになるかなっていう風にして選んでもいいんです。ただ無意識じゃなくて意識する、ここなんです。意識したことにエネルギーがすごく集中するから、それが現実化しますからね。だから私は、楽しい、何が自分にとって楽しいか、そして人にとって楽しいかっていうところで選ぶことによって楽しいが現実化するんです。もちろん一番に現実化するのは楽しいなんです。じゃあなんで金銭的なものがついてきたり人からの評価がついてきたりするかというと、その楽しいという波動は、金銭も人からの評価も連れてくるからです。似たようなものなんですよね。ただこれがどれが一番お金になるかなって選んだ時に、楽しいがついてくるかっていうと、そこはちょっと違うかもしれません。だから楽しいとかワクワクには一番いろんなものがついてくるっていうことなんですね。だから他のものをどうせ選ぶんだったら、この楽しい選んだ方が、一番他のものも一緒に来やすいですよっていうだけのことなので、そんなものはいらないから、お金のその収入の面、金銭の面だけでいいんだっていう人は、もうそこだけに集中したら、さらそこに、そこだけがもう莫大に膨らんで、戻ってくると思うので、それはそれでいいと思います。ただ楽しいワクワク選ぶのは一番効果が、他のものも一緒に連れてくる効果が高いですよっていうことですね。だから私は基準を楽しいっていうのは、楽しいことが欲しかったからただ単に選んだんですけど、副産物としていろんなものがついてきましたっていうことのだけなんですよ。だからいろんなものが欲しかったら、この楽しいを選ぶのが一番
多くのものを連れて、やってくるんじゃないかと思います。だから意識をと、どっちにしても意識はした方がいいです。何を選ぶときに、自分は何を選ぶときに、何かを選ぶときに何を基準にして選ぶのかな。欲しい結果って意識しないとやってこないんですよ。で、無意識の中にも自分の基準はあるんですけど、曖昧じゃないですか。曖昧だとなかなかそれが、物質化がしないんですね。だからとりあえず楽しいを、最初選んでみてもいいと思うんですよね。これが一番、成果的には大きいんじゃないかなと思いますね。いろんなものがいっぺんに開きますから。でもさっき言った私はもうお金だけでいい、他のものはいらないっていう方はそこにフォーカスすれば、それが莫大に戻ってくるとは思いますので、ぜひこのね、無意識っていうところの部分から意識っていうところに持ってくることによって現実化が早くなるっていうお話になります。はい、ということで今日は、そういったね、何を選ぶときに何を基準にするかっていうのを決めて、そこを意識して選ぶことによって、そのエネルギーが大きくなりますよっていうお話をさせていただきました。最後まで見ていただいてありがとうございます。有馬薫でした。それではまた。